イスラエルにある博物館に3500年前の壺がですね展示されていたらしいんですけども、割れて粉々になりました。悲しいお知らせでございます。その惨状はですね、産経新聞にこのね、写真が出ていますけれども、3500年前の壺です。これ割れとか欠けがなくて完全なもので、非常に軽有なこの時代のねもので、割れないで残っているというものが非常に軽有だということだったんですけど、なんと粉々に砕けました。なんで割れたかといったら、子供が割ったというですね、ことでございます。悲しいお知らせですね。ちょっと読んでいきましょう。3500年前の壺、子供が割ったが、点点点。イスラエルの考古学博物館で23日、4歳の男の子が3500年前の青銅器時代に作られた壺を割る事件があった。壺はイスラエル北部、ハイファにあるヘフト博物館の入り口付近で保護柵のないまま展示されていた。同博物館は産経新聞に対し、旧約聖書に記述がある古代イスラエルのダビデ王やソロモン王の治世より古いものだと説明した。男の子の父親はアメリカ BBC 放送で、親子で博物館を訪れた際、息子が中身が気になり壺をちょっと引っ張ったことが原因だと話した。粉々になった壺の横に息子が立っているのを見て、とっさにこれをやったのは自分の子ではないと思ったが、息子を落ち着かせた後警備員に報告したという。博物館側は故意に展示物を壊した場合は警察に訴えるが、今回は違う、子供がうっかりやったことなので相応の対応をすると述べた。衝撃的な思い出を共に和らげるため、男の子と家族に博物館を再訪するよう招き受け入れられたという。壊れた壺はかつてワインオリーブ油の貯蔵に使われていたと見られている。欠けた部分がなく、制作当時の形をほぼ完全に残す貴重な考古資料だった。今後修復し元の場所で再展示するという。4歳の子供が割ったと、さすがにそれはバカのペン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 とはねなりませんからね。バカバイトとかね、バカな大学生とかがね、変ななんか動画稼ぎのパフォーマンスとかで割ったって言うんだったらですね、これも社会的制裁は不可避ですけども、4歳の男の子ですからね、親が目を離してるんじゃないみたいなことは言えるかもしれませんけども、まあ、ただね、柵もなくそのまま置いてあったわけですから、まあそれはね、子供が来るかもしれないわけですからね、だいたい子供って触ったりしますでしょう。まあ、柵があればね、防げたかもしれませんので、子供も来るし悪気のない人もいるわけですから、まあそういう人が来ても間違って割ったりすることがないように、最低限柵ぐらいはつけておくのが、まあ本来この博物館としての必要なね注意義務ではなかったのかなと思いますね。日本もほら金継ぎの技術がすごいですからね、これちょっと日本の技術で修復してあげたらいいんじゃないでしょうか。3500年前の壺ですからね、神武天皇よりさらに900年前ですからね。というわけで博物館側はもう一回来てくださいと、その親子をもう一回呼んだと言うんですよね。まあでもこういうのって逆にほら、だって3500年前の壺がこの博物館にあるっていうのもね、私もこの記事でもって知ったわけですから、イスラエルに旅行に行くっていうことがあるならば、じゃあそこに行ってね、その壺を見てみたいなと、じゃああの割れた壺がどう修復されてどう展示されてるのか見てみたいなっていうふうにね思う人もいるかもしれませんでしょ。だからまあこれはね、物が壊れたというのは大きな事件ではあるんですけれども、もしかしたらね、見に来る人が増えるきっかけになるかもしれない。あのスペインのあの修復、キリストが修復で猿みたいにとんでもないなんかフレスコ画だ、フレスコ画を修復したらキリストの顔が猿みたいになって、あれ大事件になりましたでしょ。見たら変わり果てた姿で、修復前後見たらもう変わり果てた姿になって、なんだこれはと、ふざけんのもいい加減にしろって言って世界中のキリスト教徒が激怒したというね、まあそういう事件があったんですけど、ところがあれ以来その教会にそのね修復されたおかしな猿みたいな顔のキリストの絵を見るために世界中から観光客が殺到して、ものすごい地域おこしになったっていうね。あ、地元の おばあさん、そうそう、おばあさんだかおばあさんだかが素人が修復したんですよね。そしたら全然違う顔になっちゃう。今もうね、もうそのね、おばさん様々でね、田舎の教会なんですよ。ほとんど観光客もいないようなどうしようもない田舎の教会だったんですけど、それ以降の世界中からもう観光客が押し寄せてね、最も有名な教会の一つになっちゃったというね。まあ何がねうまくいくか分かりませんね。おばちゃん、あの村にお金を請求して、あ、それ観光はいはいはい、あ、観光客のトップになった、観光大使になったというね、お金もらってるというねそのぐらいの価値はあったということですよね。当時はもうソース感で誰だこれやったのって言って世界が怒ったというね。でも今はね、
村からお金までもらうようになったというね。何がどうなるか分かりませんよ。だから失敗は成功のもとと言いますからね。観光客が増えることを狙ってやってたらそれはもう天才ですけども、あれ一生懸命修復したらああなっちゃったんでしょうね、多分ね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。